2PM ジュノ初主演。崩落事故から奇跡的に生き残った2人、夢を家族を失いただ生きる男、痛みを隠し懸命に日々を生きる女、惹かれ合い癒し合い、ただただ愛する、ただ愛する中は3月衛星劇場で日本初放送スタート。